皆さんこんにちは。台湾でウェブマーケティングの会社アップルミントの代表を務めます佐藤です。今日のこの動画なんですけれども、僕がソンジャン南京でおすすめするレストラン5つを紹介したいと思います。僕はですね、別グルメのレポーターではありません。グルメ評論家ではありません。美食家とも思っていません。ただですね、僕公開しているインスタグラムのアカウントがあるんですけれども、このインスタグラムのアカウントでですね、たまにストーリーとかに、台湾のグルメなんか最近これ食べたよみたいなのアップします。そうするとめちゃくちゃ反応がいいんですよ。つい最近もあるところで食べた写真をアップしたら、いやなんかもっと佐藤さんがおすすめするグルメ教えてくださいみたいなのが 2,3 個来たんですね。まあそういうコメントが来たんで、あ、もうだったら、ソンジャン南京の、僕がおすすめするレストランを紹介しようと思いました。で、なんでソンジャン南京かっていうとですね、僕ソンジャン南京に住んで結構長くて、でなおかつ僕オフィスもソンジャン南京に引っ越してからもう2年経つんで、ソンジャン南京はかなり詳しい方だと思うんですね。まあなので今日はソンジャン南京っていうところに限定して5つレストランを紹介していきたいと思います。じゃあ早速紹介していきたいんですけれども、まず1つ目なんですけれども、朝ごはん屋さんをちょっと紹介したいと思います。ロコフードです。これなんですけれども、ちょっとだけですね、ソンジャン南京と南京風神の間、少しソンジャン南京よりぐらいの場所にあります。ここ何が美味しいかって、ダンビンです。ダンビンなんですけれども、僕いろんなところで食べてきました。その僕が思うに、ここのダンビンは今まで食べた中で一番美味しいと思います。これを聞いた瞬間ですね、いろんな方からこう、いやいやあそこが一番だよとか来ると思うんですけれども、僕は個人的にここのダンビンが今まで食べた中で一番美味しいと思います。で、何が美味しいかっていうとですね、外が結構サクサクなのに中が結構もちもちなんですね。で、この食感ってすごい何かに似てるなと思ったら、お好み焼きだと思うんですよ。っていうのが、ここのダンビンどうやらキャベツが入ってるっぽいんですね。まあ、だからなんか外はサクサクなのにちょっとお好み焼きっぽいような食感があるのかなっていうのが僕の感想です。ただしですよ、この前ですね、僕 Uber Eats で、まあ、ここローコフードを頼んだんですけれども、なんとローコフードがですね、アマシャオローダンビンっていうダンビンを頼んだんですけれども、シャオローって書いてあるので肉が入ってるはずなんですけれども、なんと肉が入ってなかったんです。で、僕その当時 Uber Eats でなんかこうやって間違ったオーダーの処理ができるみたいなの知らなかったんですよ。まあ、だから電話したらですね、まあ、ちょっとアルバイトらしき方がこう対応して、でその方の対応がちょっと悪かったのが少し残念なんですけれども、まあ、それでもですね、美味しいのでまた食べに行くと思います。ということで、まず一つ目に僕がご紹介したいのが、ローコーフードです。次に僕がおすすめしたいのがアウシュエジャオです。で、このアウシュエジャオって、まあ、水餃子になるんですけれども、すごく美味しいと思ってます。皮がちょうどいい、そのなんていうんですか、太さで、まあ、あと安いんですね。60元で10個入りです。で、しかも水餃子の一つ一つにちっちゃななんかエビが入ってるんですよ。なんかそれがすごくなんか嬉しいというか丁寧で、日本から水餃子がすごい好きっていう友人が来た時も彼がかなり絶賛していたので間違いないと思います。ガイドブックとかにもめちゃくちゃ載っていて、僕が知る限りだと、まあ、なんかポパイとかのガイドブックにも載ってましたし、あとその他の台湾のガイドブックにも必ずと言っていいほどこのお店は出てきます。水餃子は今までいろんなところで食べてきましたけれども、個人的にここの水餃子が一番好きです。いろんな意見あります。まあ、なんならですね、僕以前飲食店の方々、南京さんにある水餃子屋さんが台北で一番だよとかって言われて、僕それ真に受けて、南京ちゃんの水餃子屋さん3軒ぐらい行ったんですね、有名なところ。まあいろいろ食べました。でも結局アウシュエジャオが一番美味しいと思いました。ただしちょっと注意点があります。ここはですね、平日しか空いてません。しかも平日の7時までです。もしもコロナ明けに台北に来てここで水餃子を食べたいっていう方はですね、必ず平日の7時前に寄ってください。まあ、なので2つ目がアウシュエジャオです。で、次3つ目におすすめしたいのがですね、和食なんですけれども神田橋です。で、この神田橋っていう場所はですね、ちょっとだけソンジャン南京から歩いて少し臨泉ベイルの手前ぐらいまで行きます。で、ここ何がいいかって、まあ、なんかものすごく落ち着く味なんですね。なんか家庭的な日本料理があって、僕ほぼ毎月1回は行くんですけれども、まあ、行くたびに頼むものはですね、タラの西京焼きとかお茶漬けとか、まあ、そういったものになります。日本人がよく集まる臨泉ベイルっていうところがあるんですけれども、その一歩手前ですね、なんかちょっと川あるいは高速道路かなを
隔てたところにあるんで、日本人はいるっちゃいるんですけれども、まあ、そこまで多くいないと。なので、まあ、まずガヤガヤしていないっていうのと、あと落ち着いてます、まあ、なので、3つ目僕がご紹介したいレストランはですね、神田橋です。次4つ目に僕がご紹介したいレストランなんですけれども、ハオジーっていう場所です。ここ有名なのがですね、タンザイミエンテ、まあ、日本語だとタンツーメンとかっていうと思うんですけれども、タンツーメンが非常に有名です。でここのタンツーメンはですね、まあ、エビの出汁が非常に効いていて、まあ、本当に美味しいです。ただしですね、麺はヨボヨボです。麺にコシとかそういうのなんか期待しないでください。もう基本的にヨボヨボです。ただし、スープ非常に美味しいです。でこのタンツーメンの他にもですね、いろんな、メニューがあって、それぞれのメニュー非常に高いレベルです。非常に美味しいです。ここのレストランもう一つ好きな理由っていうのがですね、僕よく日本から友人が来たらですね、まずここで食べた後にちょっとハオジーから歩くんですけれども、新天宮って隣駅の近くにエビスリーパがあるんですね。だからハオジーでちょっとお腹を満たしてからエビを釣りに行くみたいな、まあこういうコースがあって、まあそういう関係もあってよくハオジーは利用しています。ただしハオジー一つだけ僕欠点というか、ここあったらいいのになって思うところがあって、それは何かっていうと、チャーハンがないんですよ。いや、日本人の方ってこう中華食べに行ったらやっぱりチャーハンって食べたいじゃないですか。チャーハンないんですね。で僕未だに覚えてます。最初に行った時にですね、チャーハン頼もうとしたら、チャーハンなんてねえよみたいな顔されて、うわマジかみたいに思ったのを覚えてます。なのでチャーハンはないのでご注意ください。ただし、それ以外はですね、全て美味しいです。でここはソンジャン南京の駅から少し歩くので、ご注意ください。4つ目がですね、ハオジーです。最後5つ目にご紹介したいのがですね、種福園っていうお店です。ここもですね、僕、月に1回は行きます。日本から友人が来たら必ず連れて行きます。なんで日本からの友人をここに連れていくかっていうと、 DIY 中華みたいな感じなんですよ。どういうことかっていうと、まずこのお店ではですね、ジンビンって言って北京ダックとかで鶏肉を包む皮みたいなのあるじゃないですか。その皮をまず頼みます。でこの皮を頼んだ後に肉とか野菜とかエビとかそういったものを頼んで、それを包んで食べるんですよ。なので友人と行ったら、まあ、まずその皮を頼んで、いろいろ頼んで友人にコンビネーションを決めさせるんですね。これとこれとこれ巻いたらどうみたいな。でそうやってみんなで巻いて楽しめるっていう楽しさがあるのと、あと自分で巻くとなんか美味しいですね。今まで日本の友人を散々ここに連れて行きましたけれども、やっぱりみんなこう DIY っていうんです、この巻くこと自体が楽しいというか、あと何を入れようかなみたいに迷うのも楽しいので、ここはですね、日本から友人が来たら必ず連れて行っていて、でここはチャーハンもあるんですよ。でそのチャーハンが130元で、しかも美味しいんですよ。だから、まあ、かなりおすすめです。で僕個人的に本当に毎月1回は食べてます。なので最後に、ご紹介したいのが、種福園です。以上、アップルミント代表佐藤からですね、ソンジャン南京で僕が、まあ、ガチでおすすめする5つのレストランでした。まあ、まだコロナウイルスの影響でですね、台湾、まあ、あるいは台北に来られないと思うんですけれども、もしですね、今後、ソンジャン南京の近くで宿泊することになったら、ぜひ、ちょっと考えてみてください。今お話ししたレストランはですね、すべて美味しいはずです。僕の舌そんなに悪くないと思うので、ぜひご検討ください。それでは、また。